ハンス・クリスチャン・アンデルセン作楠山正雄役「野の白鳥」ここからははるかな国冬が来るとツバメが飛んでいく遠い国に一人の王様がありました王様には11人の息子とエリーザという 娘がありました11人の男のきょうだいたちはみんな王子で胸に星のしるしをつけ腰に剣をつるして学校に通いました金の石板の上にダイヤモンドの石室で字を書いて本で読んだことはそばからあんしょうしました この男の子たちが王子だということは誰にもすぐわかりました妹のエリーザは鏡ガラスの小さな腰掛けに腰をかけて値段にしたらこの王国の半分くらいも値打ちのある絵本を見ていましたああ、この子供たちはまったく幸せでした でも物事はいつでも同じようにはいかないものですこの国残らずの王様であったお父様は悪いお妃と結婚なさいましたこのお妃がまるで子供たちをかわいがらないことはもう初めてあったその日からわかりましたご殿中こぞって 大そうなおいわいのえんかいがありました。こどもたちはおきゃくさまごっこをしてあそんでいました。でもいつもしていたようにこどもたちはおかしややきりんごをたくさんいただくことができませんでした。そのかわりにおちゃわんのなかにすなをいれてそれをごちそうにしておあそびと。 言いつけられましたその次の週にはおきさきはちいちゃないもうとひめのエリーザを田舎へつれていってお百姓のふうふにあずけましたそうしてまもなくおきさきはかえってきて今度は王子たちのことでいろいろありもしないことを王様にいいつけました おうさまもそれでもうおうじたちをおかまにならなくなりましたどこのせかいへでもとんでいっておまえたちじぶんでたべていくがいいとわるいおきさきはいいましたこえのでないおおきなとりにでもなってとんでいっておしまいでも さすがにおきさきののろったほどのひどいことにもなりませんでしたおうじたちは11わのみごとな野ののはくちょうになったのです奇妙なきみょうななきごえをたててこのはくちょうたちはごてんのまどをぬけておにわを起こしてもりおこしてとんでいってしまいました さて、夜のすっかり明けきらない前、白鳥たちは妹のエリーザが百姓屋の中で眠っているところへ来ました。ここまで来て白鳥たちは屋根の上を飛び回って長い首を曲げて羽をバタバタやりました。でも誰もその声を聞いたものもなければ、 その姿を見たものもありませんでした白鳥たちはしかたがないのでまたどこまでも飛んでいきました上へ上へと雲の中まで飛んでいきました遠く遠く広い世界の果てまでも飛んでいきましたやがて海端までずっと と続いている大きな黒い森の中までも入っていきました。かわいそうに小さいエリザは百姓屋の一間にぽつねんと一人でいてほかに何もおもちゃにするものがありませんでしたから一枚の青い葉っぱをおもちゃにしていました。そして、 なかにあなをポツンとあけてそのあなからおひさまをのぞきましたそれはおにいさまたちのすんだきれいなめをみるようなきがしましたあたたかいおひさまがほうにあたるたんびにおにいさまたちがこれまでにしてくれたのこらずのせっぷんをおもいだしました きょうもきのうのようにまいにちまいにちすぎていきました。いえのぐるりのいけがきをふいてかぜがとおっていくときかぜはそーっとバラにむかってささやきました。おまえさんたちよりももっときれいなものがあるかしら。けれどもバラはくびをふって。 エリーザがいますよと答えましたそれからこのうちのおばあさんは日曜日にはエリーザの部屋の戸口に立って賛美歌の本を読みましたその時風は本のページをめくりながら本に向かってお前さんたちよりも もっと信心深いものがあるかしらと言いましたすると賛美歌の本が「エリーザがいますよ」と答えましたそうしてバラの花や賛美歌の本の言ったことは本当のことでしたこの娘が十五になった時 また御殿に帰ることになっていました。けれど、おきさきはエリーザの本当に美しい姿を見ると、もうねたましくも憎らしくもなりました。いっそ、お兄さんたち同様、のの白鳥に変えてしまいたいと思いました。けれども、 王様が王女に会いたいというものですからさすがにすぐとはそれをすることもできずにいました朝早くおきさきはお湯に入りに行きますお湯殿は大理石でできていてやわらかなしとねとそれこそ目が覚めるように立派なしきものが備えてありました そのときおきさきはどこからか3びきひきがえるをつかまえてきてそれをだいてほおずりしてやりながらまずはじめのひきがえるにこういいました。エリーザがおゆにはいりにきたらあたまのうえにのってをやりそうするとあのこはおまえのようなばっかになるだろうよ。 それから2ひきめのひきガエルにむかってこういいました。あのこのひたいにのっておやりそうするとあのこはおまえのようなみっともないかおになってもうおとうさまにだってみわけがつかなくなるだろうよ。それから3びきめのひきガエルにささやきました。 あの子むねにのってをやりそうするとあの子にわるいしょうこんがうつってそのためくるしいめにあうだろうよ。こういっておきさきは3びきのひきガエルをきれいなおゆのなかにはなしますとおゆはたちまちドロンとしたみどりいろにかわりました。 そこでエリーザを呼んで着物を脱がせてお湯の中に入らせました。エリーザがお湯につかりますと1匹のヒキガえルは髪の上に乗りました。2匹目のヒキガえルは額の上に乗りました。3匹目のヒキガえルは胸の上に乗りました。けれども エリーザはそれに気がつかないようでしたやがてエリーザがお湯から上がるとすぐあとに真っ赤なケシの花が三輪ぽっかり水の上に浮いていましたこのひきガエルどもが毒虫でなかったならそうしてあの魔女のキサがほおずりしておかなかったら それはあかいバラのはなにかわるところでした。でもどくがあってもほおずりしておいてもとにかくひきガエルがはなになったのはむすめのあたまやひたいやむねのうえにのったおかげでした。このむすめはあんまりこころがよすぎてつみがなさすぎて。 とても魔法の力には及ばなかったのです。どこまでも意地の悪いおきさきはそれを見ると今度はエリーザの体をくるみの汁でこすりました。それはこの王女を土色に汚すためでした。そうして顔に嫌なにおいのする油を塗って 美しい髪の毛ももじゃもじゃにふりみださせました。これでもうあのかわいらしいエリーザの面影はどこにも見られなくなりました。ですからお父様は王女を見るとすっかり驚いてしまいました。そうしてこんなものは娘ではないと言いました。 もう誰も見分けるものはありません。知っているのは裏庭に寝ている犬と軒のめだけでしたがこれは何にも物の,の言えないかわいそうな鳥り獣どもでした。その時かわいそうなエリーザは泣きながら残らずいなくなってしまった お兄様たちのことを考え出しました見るも痛々しい様子でエリーザはおしろからそっと抜け出しました「の」と言わず「さわ」と言わずまる一日歩き続けてとうとう大きな森に出ました自分でも、 どこへ行くつもりなのかわかりませんただもうがっかりして疲れきってお兄様たちの行方を知りたいとばかり思っていましたきっとお兄様たちも自分と同様にどこかの世界に放り出されてしまったのだろうどうかして行方を探して めぐりいいいたた。ものだと思いましたほんのしばらくいるうちに森の中はもうとっぷりくれて夜になりましたまるで道がわからなくなってしまったのでエリーザはやわらかな苔の上に横になって万能お祈りを唱えながら一本の木の株に あた辺りはしんとしずまりかえっておだやかなくうきにつつまれていましたくさのなかにもくさのうえにもなんびゃくとないほたるがみどりいろのひににたひかりをピカピカさせていましたちょいとかるくいっぽんのえだにてをさわっても。 よるひかるむしはながれぼしのようにバラバラとおちてきましたひとばんじゅうエリーザはおにいさまたちのことをゆめにみましたみんなはまだむかしのとおりのこどもどうしできんのせきばんのうえにダイヤモンドのせきつでじをかいたり 王国の半分も値打ちのある立派な絵本を見たりしていました。でも石板の上に書いているものはいつもの例や線ではありません。みんながしてきた立派な行いやみんなが見たり覚えたりしたいろいろのことでした。それから絵本の中のものは なにもかもいきていてことりたちはうたをうたうしいろんなひとがほんからぬけでてきてエリーザやおにいさまたちとはなしをしましたでもページをめくるとぬけだしたものはすぐまたもとへとんでかえっていきますからこんざつしてさわぐというようなことはありませんでした エリーザがめをさましたときおひさまはもうとうにたかいそらにのぼっていました。でもたかいこだちがあたまのうえでえだをいっぱいひろげていましたからそれをみることができませんでした。ただひかりがきんのしゃのきれをおるようにうえからチラチラおちてきて。 わかいみどりのくさのにおいがプンとかおりましたことりたちはかたのうえにスレスレにとまるようにしましたみずのシャーシャーながれるおともきこえましたこれはこのへんにたくさんのいずみがあってみんなそこにきれいなすなのみえている 湖の中へ流れ込んでいくのです湖は深いやぶに囲まれていましたがそのうち一か所に鹿が大きな出入り口をこしらえましたエリーザはそこから抜けて湖のふちまで行きました湖は本当に明るくきれいに澄みきっていて かぜがやぶやきのえだをふいてうごかさなければそこにうつるかげはまるでみずうみのそこにかいてあるえのようにみえました。そこにはいちまいちまいのはがそれはおひさまがうえからてっているときでもかげになっているときでもおなじようにはっきりとうつってすんでみえました。 エリーザは水に顔をうつしてみてびっくりしました。それは土色をした醜い顔でした。でも水で手をぬらして目や額をこすりますとまっ白な肌がまた輝きだしました。そこできものをぬいできれいな水の中に いっていきました。もうこのむすめよりうつくしいおうさまのむすめはこのせかいにふたりとはありませんでしたそれからまたきもの毛をきてながいかみのけをもとのようにあんでからこんどはそこにふきだしているいずみのところへいっててのひらにみずをうけてのみました それからまたどこへ行くというあてもなしに森の中をさらに奥深くさまよい歩きましたエリーザは懐かしいお兄様たちのことを考えました決してお見捨てにならない神様のことを思いました本当に神様は そこへやせいのりんごのきをならせてくうふくをしのがせてくださいました。かみさまはエリーザになかでもいっぱいなったりんごのみのおもみでしなっているきをおみせになりました。そこでエリーザはたっぷりおひるをすませてりんごのしなったえだにつっかいぼうをかけてやりました。 それからまたもりの一番暗いちばんくらいおくのおくにはいっていきましたそれはじつにしずかであるいていくじぶんのあしおともきこえるくらいでしたしあしのしたでかれっぱのかさこそくずれるおともきこえました一わのとりのすがたもみえませんでした 一筋の日の光も暗い木立の中から差し込んではきませんでした。高い木の幹が押し合ってならんでいて前を見るとまるで垣根が幾重にも結ばれているような気がしました。ああ、これこそ生まれてまだ知らなかった寂しさでした。 すっかりくらいよるになりました。もういっぴきのほたるもくさのなかにひかってはいませんでした。わびしいおもいでエリーザはよこになってねむりました。するときぎのえだがあたまのうえでわかれてそのあいだからやさしいかみさまのめが。 空の上から見ておいでになるように思いました。そうしてそのおつむりのへんにまたはうでの間からかわいらしい天使がのぞいているように思われました。朝になっても本当に朝になったのか夢を見ているのかわかりませんでした。 エリーザはふたあしみあしいきますとむこうからひとりのおばあさんがかごのなかにきいちごをいれてもってくるのにであいましたおばあさんはきいちごふたつみつだしてくれましたエリーザはおばあさんに十一人の王子が馬にんのおうじがうまにのって なかをとおっていかなかったかとたずねました「いいえ」とおばあさんがこたえました「だがきのうあたしは11わのはくちょうがめいめいあたまにきんのかんむりをのせてすぐそばのかわでおよいでいるところをみましたよ」。そこで、 おばあさんはエリーザをつれてすこしさきのさかになったところまであんないしましたそのさかのしたにちいさなかわがうなってながれていましたそのかわのふちにはこだちがながいはのしげったえだとえだとをおたがいにさしかわしていました 自然のままにのびただけでは葉がまざりあうまでになれないところには木の枝が土の中からさけて出て枝とをからまりあいながら水の上にたれていましたエリーザはおばあさんにさよならを言うと流れについてこの川口が広い海へ流れ出しているところまで くだっていきました「大きなすばらしい海が娘の目の前に現れましたけれど一つの帆もその表に見えてはいませんでした一層の小舟もその上にうかんではいませんでしたどうしてそれから先へ進みましょう?」。 王女は浜の上に数知らず転がっている小石を眺めました。水がその小石をどれも丸くすり減らしていましたガラスでも鉄くずでも石でもそこらにあるものは王女の柔らかな手よりももっと柔らかな水のために。 形を変えられていました。波は飽きずに巻き返っている。それでかたいものでもいつかすべっこくなる。わたしもそのとおり飽きずにいつまでもやりましょう。あとからあとからきれいに寄せてくる波をおまえにいいことを教えてもらってよ。 なんだかいつかおまえたちのおかげでおにいさまたちのところへつれていってもらえるようなきがするわうちよせられたか白いそ白うのうえにしろいはくちょうのはねが十一まいのこっていましたそれをエリーザははなたばにしてあつめましたそのはねのうえには ずのしずくが垂れていましたそれはつゆのたまかな梅だのしずくかわかりませんはまのうえはいかにもさびしいものでしたけれどたいかいのけしきがいっときもおなじようでなくしじゅうそれからそれとかわるのでさほどさびしいともかんじませんでした それは23じかんのあいだにおだやかなりくにかこまれたうちうみが1ねんかかってするよりももっとたくさんのへんかをみせましたするうちまっくろなおおきなくもがでてきましたうみも「おれだってむずかしいかおをするぞ」というようにおもわれました。 やがて風が吹き出して波が白い横腹を上に向けました。でも雲が真っ赤に輝き出して風がぴったりと止まると海はバラの花びらのように見えました。それからまた青くなったり白くなったりしました。でも、 いかほど海が穏やかにないでもやはり浜辺にはいつもさざ波が揺れていました海の水は眠っている子どもの胸のようにやさしくふくれ上がりましたお日さまがちょうどしずもうとした時十一羽の野の白鳥がめいめい頭に。 金の冠を乗せて丘の方へ飛んでくるところをエリーザは見ました。一羽また一羽と後から後から行儀よくつづいてくるのでそれはただ一筋長く白い帯を引いてとるように見えました。そのときエリーザはさかに上がって そっとやぶかぎにかくれました白鳥たちはすぐそのそばへおりてきておおきなしろいつばさをバタバタやりましたいよいよおひさまがうみのなかにしずんでしまうととたんにはくちょうのはねがぱったりおちて11にんのりっぱなおうじたちがエリーザのおにいさまたちが そこにたちましたエリーザはおもわずあっとおおきなさけびごえをたてましたそれはおにいさまたちはずいぶんせんとかわっていましたけれどやはりそれにちがいないことがすぐとわかったからでしたそこでみんなのうでのなかにとびこんでいってひとりひとり 名前をおうじたちはそうしておうじょがまたでてきたのをみてそれはもうせいもたかくなりきりょうもずっとうつくしくなってはいましたけれどじぶんたちのいもうとということがわかっていいようもなくうれしくおもいましたみんなはないたりわらったりしました。 そうして今度のお母様が兄弟残らずにどんなひどいことをしたかお互いの話でやがて分かりました。僕たち兄弟はねと一番上のお兄様が言いましたみんなお日様が空に出ている間白鳥になって飛び回るがお日様が沈むと一緒に また人間の形に変えるののるだよ。だからしじゅうきをつけておひさまがしずむころまでにはどこかにかならずあしをやすめるばしをみつけておかなければならないのさ。それをしないでうかうかくものほうへとんでいけばたちまちにんげんとかわってうみのそこへしずまなければならないのだよ。 私たちはここに住んでいるのではない。海の向こうにここと同様きれいな国がある。でもそこまで行く道はとても遠くてとても長くて広い海の上を渡っていかなければならない。その途中には夜を明かす島もない。 たちいさないわがひとつうみのなかにつきれているだけだでもどうやらそこにはみんながくっつきあってすわるだけのひろさはあるうみがあれているときにはなみがかぶさってくるがそれでもそのいわのあるのがどのくらいありがたいかしれないそこでぼくたちよるだけ。 人間の形になって明かすのだからね。まったく。この岩でもなかったら。僕たちは。好きな故郷へ。帰ることができないだろう。何しろ。そこまで行くのは。一年の中でも一番長い日を。二日分飛ばなければならないのだからね。一年にたった一遍。 ふるさとの国を訪ねることが許されているそうして11日の間ここにとどまっていてこの大きな森の上を飛び回るまあこの森の上からぼくたちの生まれたお父さまの御殿も見えるしお母さまの埋められていらっしゃるお寺の塔も見えるというわけさだから このあたりのものはやぶでもこだちでもぼくたちのしんるいのようにおもわれるここではののうまがこどものじぶんみたとおりそうげんをはじりまわっているすみやきまでがぼくたちがむかしそのふしにあわせておどったとおりのうたをいまでもうたうここに ぼくたちのうまれたくにがあるのだ。どうしてもここへぼくたちはこころがひかれるのだ。そうしてここへきたおかげでとうとうかわいいいもとのおまえをみつけたのだ。もうふ日、僕ぼくたちはここにいることができる。それからまたうみをわたって。 むこうのうつくしいくにへいかなければならないけれどもそこはぼくたちのうまれたくにではないのだでもどうしたらおまえをつれていけようねぼくたちにはふねもないしボートもないのだからねどうしたらわたしはおにいさんたちをたすけて すがたにかえしてあげることができるでしょうねといもうともいいましたこうしてきょうだいはひとばんじゅうはなしをしてほんの二三じかんうとうとしただけでしたエリーザはふとあたまのうえではくちょうのつばさがバサバサなるおとでめがさめました 兄弟たちはまたすがたをかえられていましたやがてみんなはおおきなわをつくってとんでいきましたけれどもそのなかのひとりいちばんとししたのおにいさまだけがあとにのこっていましたその白鳥はくちょうはあたまをいもうとのひざのうえにのせていました こうしてまるいちにちふたりはいっしょになっていましたゆうがたになるとほかのおにいさまたちがかえってきましたやがておひさまがしずむとみんなまたあたりまえのすがたにかえりましたあしたはここからとんでいってこんどはまるいちねんたつまで 帰ってくることはで,きないでもおまえをこのままここへおくことはどうしたってできない。おまえわたしたちといっしょにいくゆうきがあるかいわたしたちうでいっぽんでもおまえをかかえてこのもりをこすだけのちからはある。だからみんなのつばさをあせたら うの上をはこんで渡れないことはないとかろうええぜひつれていってください」とエリーザはいいましたそこでひとばんじゅうかかってみんなしてよくしなうかわやなぎのきのかわとつよいあしとであみをおりましたそれはおおきくてじょうぶにできました このあみのうえにエリーザはよこになりました。やがておひさまがのぼるとおにいさまたちははくちょうのすがたにかわっててんでんくちばしであみのさきをくわえました。そうしてまだすやすやねむっているかわいいいもとをのせたまま雲の上高くものうえたかくとんでいきました。 ちょうどお日様の光が顔に当たるものですから一羽の白鳥は妹の頭の上で飛んでやってその大きな翼で影をこしらえてやりました。やがてエリーザが目を覚ました自分にはもうずいぶん遠くへ来ていました。エリーザはまるで 空を通って海を越えて高く運ばれていくということがどんなにふしぎに思われたことでしょうすぐそばにはおいしそうに熟したいちごの実をつけたひとえだといい香りのする木の根が一束置いてありました。 それらはあの一番年のかいお兄さまが取ってきてくれたものでした。妹はそのお兄さまの白鳥を見つけて下からにっこり嬉しそうに笑いかけました。頭の上を飛んで翼で影を作ってくれているのもこのお兄さまでした。 もうずいぶんたかくとんではじめしたでみつけたおおきなふねはいつかしろいかもめのようにぼっつりみずのうえにうかんでいましたひとかたまりのおおきなくもがすぐうしろにぬっとあらわれましたがそれはどこからみてもほんとうのやまでしたそのくものやまに エリーザはじぶんのかげや十一わのはくちょうのかげがうつるのをみましたみんなそれこそみあげるようなおおきなとりになってとんでいましたまったくみたこともないすばらしいかげでしたでもおひさまがずんずんたかくのぼってくもがずっとうしろにとりのこされると そかげのようにうかんでいるえがきえてなくなりましたまるいちにちはくちょうたちはそらのなかをかぶらやのようにうなってとびつづけましたでもなにしろいもうとひとりつれているのですからおくれがちでいつものようにはとべません。 するうち嫌なお天気になってきて夕暮れも迫ってきましたエリーザは沈みかけているお日様を眺めてまだ海の中に寂しく立っているという岩というのが目に入らないものですから心配そうな顔をしていました白鳥たちが余計激しく はばたきしはじめたようにおもわれましたああおにいさまたちみんながおもいきってはやくとぶこともできないのはエリーザのためだったのですやがておひさまがしずむとみんなはにんげんにかえってたきのなかにおちておぼれなければなりませんそのときエリーザはこころのそこから 「お祈りの言葉を唱えました」「でもまだ岩は見つかりません」「真っ黒な雲がむくもがムクムク近寄ってきました」「やがてそれは大きなきみ悪く黒い雲の山になってまるで鉛のかたまりがころがってくるようでした」「ピカリピカリ稲妻が」 しきりなしに光り出してきました。いよいよおひさまが海のきわまでおちかけてきました。エリーザのむねはわなわなふるえました。そのときはくちょうたちはまっしぐらにまるでさかさになっておちくだるいきおいでおりていきました。 と思うとたんまたふとうきあがりましたおひさまははんぶんもうみずのしたにかくれましたでもそのときはじめてめのしたにちいさい岩をみつけましたそれはアザラシというけものはこんなものかと思われるほどのおおきさでみずのうえにちょっぽ をおひさまはみるみるしずんでいきましたとうとうそれがほんのほしぐらいにちいさくみえたときエリーザのあしはしっかりとだいちにつきましたおひさまはかみきれがもえきれてさいごにのこったひばなのようにみえて ふと消えてしまいました。お兄様たちは手を取り合ってエリーザの周りに立っていました。でも、それだけしか場所はなかったのです。波は絶えず、岩にぶつかって、しぶきのようにエリーザの頭に降り注ぎました。 空はひっきりなしに赤々と燃える火で光ってゴロ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 絶えず音がして雷は鳴り続きました。でもきょうだいおたがいにしっかりと手を取って賛美歌を歌いますとそれが慰めにもなり元気もついてきました。 明け方の薄明かりで見ると空気は澄み切って風も穏やかでしたお日様が昇るとすぐ白鳥たちはエリーザを連れてこの島をパッと飛び立ちました海はまだすごい波が立っていましたやがて高く舞い上がって下を見ると 根性のうみのうえにたつしろいあわはなんびゃくとしれないはくちょうがみずのうえでおよいでいるようでしたおひさまがいよいよたかくたかくのぼったときエリーザはめのまえにやまばかりのくにがはんぶんそらのうえにういているのをみつけましたそのやまのいただきには 真っ白に光る氷のかたまりがそびえその真ん中に何マイルもあろうと思われるお城が建っていてその周りにきらびやかな柱がいくつもいくつも並んでいましたエリーザはこれがみんなの行こうとする国なのかと尋ねましたけれど 白鳥たちはくびをふりました。なぜというにエリーザのいまみたのは「しんきろう」といってりっぱにみえてもそれはたえずかわっているくものおしろでひとのいけるところではなかったのです。なるほどエリーザがみつめているうちにやまもはやしもおしろもくずれてしまって。 そのかわりにこんどはどれもおなじようなりっぱなおてらが二十もたかいとうやとがったまどをならべていましたなんだかそこからオルガンがひびいてくるようなきがしましたがでもそれはうみなりのおとを聞ききちがえたものでしたやがておしろのすぐそばまでいきますと みるみるそれはかんたいになってうみをわたっていきましたでもよくながめるとそれもただうみのうえをきりがはっているだけでしたそんなふうにしじゅうめのまえにかわったまぼろしをみながらとんでいくうちにとうとうめざすほんもののくにをみつけました そこには美しい青い山がそびえて杉林が茂って町もありお城もありましたお日様がまだ高いうちに大きなほら穴の前の岩の上におりましたそこには柔らかな緑色のつる草が縫い取りした壁掛けのように くしくからんでいましたさあここでこんやはおまえもどんなゆめをみるだろうね」とすえのおにいさまがいっていもうとのねべやをみせてくれましたどうかかみさまがゆめでどうしたらおにいさまたちをすくってもとのすがたにかえしてあげられるか。 教えてくださるといいのですわ」と妹は答えましたこの考えがひっきりなしエリーザの心にはたらいていましたそれでエリーザは神様のお助けを熱心に祈りましたそれは眠っている間も祈り続けました するうちエリーザは高く空の上に舞い上がって蜃気楼の雲のお城まで飛んでいったように思いました。すると美しい輝くような幼女が一人お迎えに出てきました。ところでその幼女があの森の中でいちごの実をくれて 金の冠を頭にのせた白鳥の話をしてくれたおばあさんによく似ていました「お兄様たちは元の姿にもどれるだろうよ」とその幼女は言いました「お前さんにそこまでの勇気と辛抱があるかい?」に。 水はお前のきゃしゃな手よりも柔らかだ。けれどもあのとおり石の形を変える。でもそれをするにはお前さんの指が感じるような痛みを感じるわけではない。あれには心がない。お前さんがこらえなければならないような苦しみを受けることもない。 だからおまえさん、そら、わたしが手に持っているイラクサをごらん。こういう草は、おまえさんが眠っているホラーナのぐるりにもたくさん生えているのだよ。その草と、お寺の墓地に生えているイラクサだけが、今おまえさんの役に立つのだからね。それは、 お前さんの手をひどくさして火ぶくれにするほどいたかろうけれどがまんしてつみとらなければならないんだよ。そのいらくさをお前さんの足でふみちぎってそれをあさのかわりにしてそれでお前さんはながいそでのついた鎖かたびらを11まいやまなければならない。 そうしてそれを11わのはくちょうになげかければそれでまほうはやぶれるのだよ。でもよくおぼえておいでなさい。おまえさんがそのしごとをはじめたときからそれができあがるまでそれはなんねんかかろうともそのあいだちっともくちをきいてはならないのですよ。 おまえさんのくちからでたはじめのことばがもうすぐおにいさまたちのむねをたんとうのかわりにさすだろうあのひとたちのいのちはおまえさんのしたしだいなのだそれをみんなしっかりとこころにとめておぼえておいでなさいよ。こう言って 幼女はエリーザの手をイラクサで触りましたそれは燃える火のように熱かったのでエリーザはびっくりとして目が覚めましたするともう外はカンカン明るいお日様でした眠っていたすぐそばに 夢の中で見たと同じようなイラクサが生えていましたエリーザは膝をついて神様にお礼のお祈りをしましたそれからほら穴を出て仕事にかかりましたエリーザはきゃしゃな手でいやらしいイラクサの中を探りました くさはひのようにあつくエリーザのうでをもてくびをもやけどするほどひどくさしましたけれどもそれでおにいさまたちをすくうことができるならよろこんでいたみをこらえようと思いましたそれからつみとったいらくさをはだしでふみちぎってみどりいろのあさをそれからとりました お日様がしずむとおにいさまたちはかえってきましたいもうとがおしになったのをみてみんなびっくりしましたこれもわるいママははがかわったまほをかけたのだろうと思いましたでもいもうとの手を見てをみてじぶんたちのためにしてくれているのだとわかると 末のお兄様は泣きましたこのお兄様の涙の雫が落ちるともう痛みがなくなって手の上のやけどの跡も消えてしまいましたエリーザは夜もせっせと仕事にかかっていましたもうお兄様たちを救い出すまではいっ 時も落ち着けないのです。そのあくる日も一日、白鳥たちがよそへ飛んでいっている間、エリーザはひとりぼっち残っていました。けれど、この頃のように、時間の早く経つことはありません。もう、腐りかびらは、一枚出来できがりました。今度は、 二枚目にかかるところですその時漁の角笛が山の中で聞こえましたエリーザはおびえてしまいましたそのうち角笛の音はずんずん近くなって猟犬の吠える声も聞こえましたエリーザはおどおどしながら なのなかににげこんであつめてとっておいたいらくさをひとたばにたばねてそのうえにこしをかけていましたまもなくおおきないぬが1ぴきやぶのなかからとびだしてきましたそれから2匹、き3ぴきとつづいてとびだしてきてやかましくほえたてました いったんかけもどってはまたかけだしてきましたそのすぐあとからりょうのしたくをしたぶしたちがのこらずほらあなのまえにいならびましたその中で一番立派なかでいちばんりっぱなようすをしたひとがこのくにのおうさまでしたおうさまはエリーザのほうへつかつかとすすんできました 王様はうまれてまだこんなうつくしいむすめをみたことがなかったのです。かわいらしいこだねどうしてこんなところへきているのとおうさまはおたずねになりました。エリーザはくびをふりました。口をきいてはたいへんです。 おさまたちがすくわれなくなっておまけにいのちをうしなわなければなりません。そうしてエリーザはりょうてをま掛かけのしたにかくしましたいためているてをおうさまにみられまいとしたのですわたしといっしょにおいでとおうさまはいいました。 お前はこんなところに住んでいる人ではない。お前の顔が美しいように心も優しい娘だったら私はお前にビロードと絹の着物を着せて金の冠を頭に乗せてあげよう。そうしてお前は世にも立派な私のお城に住んでこの国の 女王になるのだよ。こう言って王様はエリーザを自分の馬の上に乗せましたエリーザは泣いて両手をもみましたけれども王様はこうおっしゃるだけでした「私はただお前の幸福を望んでいるだけだ」。 いつかおまえはわたしに礼を言うようになろう。それで自分の前にエリーザを乗せたまま王様は山の中を馬でかけていきました。武士たちもそのすぐ後に続いてかけていきました。お日様がしずんだとき。 美しい王様の都が目の前に現れましたお寺や塔がたくさんそこに並んでいましたやがて王様はエリーザを連れてお城に帰りましたそこの高い大理石の大広間には大きな噴水が噴き出していました 壁と天井には目の覚めるような絵が飾ってありました。けれどもエリーザにはそんなものは目に入りませんでした。ただ泣いて泣いて切ながってばかりいました。そうしてただ召し使いの女たちにされるままにおきさきさまの着る服を着せられ、 紙に真珠の飾りをつけてやけどだらけの指に絹の手袋をはめましたエリーザがすっかり立派に支度ができてそこに現れますとそれは目もくらむような美しさでしたからお城の役人たちはひとしお丁寧に頭を下げましたそこで王様は エリーザを置き先に立てようとしましたその中で一人この国の坊様たちの頭の大僧上が首を振って「このきれいな森の娘はきっと魔女で王様の目をくらし心を迷わせているに違いない」とささやきましたけれども王様は そのことばにはみみをかしませんでした。もうすぐにおいわいのおんがくをはじめようとおいいつけになりました。だい1とうのりっぱなおりょうりをこしらえさせてよりぬきのきれいなむすめたちにおどらせました。そうしてエリーザは。 香り高い花園を抜けてきらびやかな広間に案内されましたけれどもその唇にもその目にも微笑みのかげもありませんでしたただそこにはまるで悲しみの涙ばかりがよよに受け継いできたまま凝り固まって 「いつまでも長く離れないとでも言うようでした」「その時王様はエリーザを休ませるためごとに用意させたそばの小さい部屋の戸を開きました」「この部屋は高価な緑色の壁掛けで飾ってあってしかも今までエリーザのいたホラーなとそっ ゆかのうえにはいらくさからつむいだあさたばがおいてありましたてんじょうにはしあげのすんだくさりかたびらがぶらさがっていましたこれはみんなぶしのひとりがめずらしがってもちはこんできたものでしたさあ これでお前は元の住まいに帰った夢でも見るがいい。と王様はおっしゃいました。ほら、これがお前の仕掛けていた仕事だ。そこで今、この美しい立派なものずくめの中にいて、昔のことを考えるのも楽しみであろう。 エリーザは四十心にかかっているこの品々を見ますとつい微笑みが唇にのぼってきて赤い血がぼーっと頬を染めましたエリーザはお兄様たちを救うことを心に思いながら王様の手に唇をつけました王様は エリーザを胸に抱き寄せましたそうして残らずのお寺の鐘を鳴らさせてご婚礼のお祝いのあることを知らせました森から来た推しの娘はこうしてこの国の女王になりましたその時大僧正は 王様に不吉な言葉をささやきましたけれどもそれは王様の心の中へまでは入りませんでした結婚の式は無事に挙げられることになりましたしかも大僧侶自らの手で金の冠をおきさきの頭にのせなければなりませんでした わるいにくみのこころで大僧侍はわざとあたまにあわないちいさなわをむりにはめこんだのでおきさきはひたいがいたんでなりませんでしたでもそれよりももっとおもたいわがおきさきのこころにくびりこんではなれませんそれはおにいさまたちをいたましくおもうこころでした それに比べては体の痛みなどはまるで感じないくらいでした。ただ一言言葉を口に出してもお兄様たちの命に関わることでしたから唇は固く結んであくまで推しを続けました。でもその目は優しい立派な王様を 好ましくおうさました王様はエリーザのためにはどんなことでもなさいましたそれでエリーザもいちにちいちにちとひがたつにしながってありったけのこころをかたむけておうさまをだいじにするようになりましたああ それを口に出して王様に打ち明けることができたらそして心の悲しみを語ることができたらどんなに嬉しいことでしょうけれど今はどこまでも推しでいなければなりませんおしのままでいて仕事を仕上げなければなりませんですから 夜になると王様のおそばからそっと抜け出してあのほらなのように飾りつけた小部屋に入って鎖片びらを一枚一枚編みましたけれどいよいよ七枚目にかかった時浅糸が尽きてしまいましたエリーザはお寺の墓地へ行けば イラクサの生えていることを知っていましたけれどそれには自分で言って積んでこなければならないのですどうしてそこまで出て行きましょう私の心に抱く苦しみに比べては指の痛みぐらいなんだろうとエリーザは思いました 私はどうしたってそれをしなければならない。そうすれば神様のお助けがきっとあるに違いない。それこそまるで何か悪事でも企てているように胸を震わせながらエリーザは月夜の晩そっとお庭を抜け出して長い並木道を通って。 寂しとおりをいくつかぬけておしろのぼちへでていきましたするとそこのいちばんおおきなぼせきの上に血を吸うえにちをすうおんなおにのむれがすわっているのをみつけましたこのいやらしいまものどもはみずでもあびるしたくのようにぼろぼろのきものをぬいでいました やがてほねばったゆびであたらしいおはかにながいつめをかけました。そうしてガキのようにしがいのまわりにあつまってにくをちぎってたべました。エリーザはそのすぐそばをとおっていかなければなりません。するとおんなおにどもはおそろしいめでにらみつけました。 けれども心の中でお祈りしながらエリーザは燃えるイラクサを集めてそれを持ってお城へ帰りましたこの時ただ一人エリーザを見ていたものがありましたそれは例の大僧上でしたこの坊さんは他の人たちの眠っている時に 1一人目を覚ましているのです。そこで、今夜のことを見届けた上は、いよいよ自分の考えが正しかったと思いました。こんなことはお妃たるものの、すべきことではない。女は確かに魔女だったのだ。だから、ああして王様と人民を迷わしたのだと。 考えました。お寺の懺悔室で大僧正は王様に自分の見たことと思っていることと話しましたひどい呪いの言葉が大僧正の口から吐き出されるとお寺の中の昔のお商人たちの像が首を振りました。 それがもし口を聞いたら、そうではないぞエリーザに罪はないのだぞと言いたいところでしたでしょう。けれども大僧侶はそれをまるで違った意味にとりました。あべこべに、それこそエリーザの罪のある証拠で、その罪を憎めばこそ、 あのとおり首を振っているのだと思いました。そのとき二つぶまで大つぶの涙が王様の方をこぼれ落ちました。王様ははじめて疑いの心を持ってお城に帰りました。どうして落ち着いて眠るどころではありません。果たして エリーザがそっとおきあがるところをみつけましたそれからはまいばんおなじことをしましたそのたびにそっとあとをつけていってエリーザがれいのほらあなのへやにすがたをかくしてしまうところをみとどけましたひいちにちとおうさまのかおは暗くらくくらくなりました エリーザはそれを見つけてそれがなぜかわけはわかりませんが心配でなりませんでしたその上きょうだいたちのことを心の中で思って苦しんでいましたエリーザの熱い涙はおきさきの着るビロードと紫絹の服の上に流れて ダイヤモンドのように輝いて見えましたその立派な装いを見る者は誰もおき先になりたいとうらやみましたそうこうするうちにエリーザの仕事もいつしか上がっていきましたあとたった1枚の鎖さびらができかけのままでいるだけでした 一本のイラクサももう残っていませんでした。そこでもう一度、息きさめにお寺の墓地へ行って、ほんの一つみの草を抜いてこなければなりません。さすがにエリーザも、ひとりぼっち暗闇の中を行くことと、あの恐ろしい魔物に出会うことを考えると、心がおくれました。 けれども神様に頼る信心の硬いようにエリーザの決心はあくまでも堅いものでしたエリーザは出かけていきましたところで王様と大僧侶もその後をつけていきました二人はエリーザが講師門を抜けて なかへきえていくところをみましたそばへよってみますとちをすうまものどもがエリーザがみたとおりにぼせきのうえにのっていました王さまはそのなかまにエリーザがいるようにおもってぎょっとしましたついそのゆうがたまでもそのおきさきが。 自分の胸にいたことを思い出したからです。さばきは人民に任せようと王様は言いました。そこで人民はエリーザを火炙りの刑に処するという宣告を下しました。目の覚めるような立派な王宮の広間から暗い。 じめじめした穴らの牢屋へエリーザは押し込められました風は鉄格子の窓からピューピュー吹き込みました今までのビロードや絹の代わりにエリーザの集めたイラクサの束が放り込まれましたその上に、 エリーザは頭を乗せることを許されました。エリーザのあんだ、固いとげで燃えるような鎖片びらが羽布団とよぎになりました。けれどエリーザにとってそれより嬉しい贈り物はありません。エリーザはまた仕事を続けながらお祈りをしました。 外では町の悪太郎どもが悪口の歌を歌っていました。だれ一人だって優しい言葉をかけるものはありませんでした。ところが夕方になって鉄格子の近くに白鳥の羽ばたきが聞こえました。これはいちばん末のお兄様でした。 おさまはいもうとをみつけてくれましたいもうとはうれしまぎれにこえをあげてすすりなきましたそのくせこころのなかでは「もうほどなくよるになればこのよのみおさめだ」と思っていましたでもしごとはもうひといきでしあがります お兄様たちはしかもそこへ来ているのです大僧侶は王様と約束して終わりの時までエリーザのそばについていることにしましたそれでこの時そばへ寄ってきてそのことを言うとエリーザは首を振って目つきと身振りとで どうかでていてもらいたいと、たのみました。こんやこそ、し事ごとしげてしまおう。それでなければ、せっかくいまでにながしたなみだも、くるしみも、ねむらないよを明かしたことも、みんなむだになってしまうのです。だいそうじょうは、いじのわい。 呪いのことばをのこしてでていきましたでもエリーザはじぶんになんのつみもないことをしっていましたそこでかまわずしごとをつづけましたちいさなはつかねずみがちょろちょろゆかのうえをかけまわってイラクサをあしのところまでひいてきてくれました エリーザのお手伝いをしてくれるつもりでした。すると、つぐみも窓の格子のところに泊まって、一晩中一生懸命面白い歌を歌って気を落とさないようにと励ましてくれました。まだ外は夜明け前の薄明かりでした。 もう一じかんたたなければおひさまはのぼらないでしょうそのとき一人にんのきょうだいはおしろのもんのところへきておうさまにおめどおりねがいたいとたのみましたけれどもまだよるがあけないのだからそんなことはできないといわれましたおうさまはねむっていらっしゃる。 それをたしてはでもきょうだいはたのんだりおどかしたりしました。このえのへいたいがでてきました。いやそのうちにおうさままででておいでになってどういうわけかとおたずねになりました。するともう。 兄弟たちのたた。は見えませんでしたただ11話の野の白鳥がお城の上を飛びかけていきました人民たちが残らず町の門に集まってきて魔女の焼き殺されるところを見ようとひしめき合いましたよぼよぼのやせ馬が1頭。 罪人の乗る馬車を引いてきました。やがてエリーザは粗末な麻の着物を着せられました。あの美しい髪の毛はきれいな首筋に乱れたまま下がっていました。頬は死人のように青ざめていました。唇はかすかに動いていました。 そのくせ指はまだ緑色の朝をせっせと編んでいました。いよいよ死刑になりに行く道道もやりかけた仕事をやめようとはしませんでした。10枚の鎖片びらは足の下にありました。いま11枚目をこしらえているところなのです。 人民たちは集まってきて口々にあざけりました。見ろ魔女が何かブツブツ言っている賛美家の本も持っていやしない。どうしてまだ嫌な魔法をやっているのだ。あんなものバラバラに引きさえてしまえ。こう言ってみんなひしひしと。 そばへよってきてくさりかたびらをひきさこうとしましたそのとき一話わの野ののはくちょうがさっとまいよりました馬車のうえにとまってエリーザをかこんでつばさをバタバタやりましたするとぐんしゅうはおどろいてあとへひきました あれは天のおさとしだきっとあの女には罪はないのだ」とおおぜいのものがささやきましたけれどだれもそれをおおきなこえではっきりと言いいきるものはありませんでしたそのときやくにんがきてエリーザのてをおさえました そこでエリーザはあわてて11まいのくさりかたびらをはくちょうたちのうえになげかけました。するとすぐ11にんのりっぱなおうじがすっとそこにたちました。けれどいちばんすえのおにいさまだけはかたてがなくってそのかわりにはくちょうのはねをつけていました。 それは鎖かたびらのかたそでが足りなかったからでした。もう一息でみんな出来上がらなかったのです。さあもうものが言えますとエリーザは言いました。あたくしに罪はございません。すると 今目の前に起こった出来事を見た人民たちはとといお商人様の前でするように一斉にうやうやしく頭を下げましたけれどもエリーザは死んだもののようになってお兄様たちの腕に倒れかかりましたこれまでの張り詰めた心と長い間の苦しみが ここで一度に聞いてきたのです。そうです。エリーザに罪はありません。と、一番上のお兄様が言いました。そこで、このお兄様は、これまであったことを残らず話しました。話している間に、何百万というバラの花びらが、 一度ににおい出したような香りがプンプン立ちました。しおき柱の前につみ上げたひあぶりのまきに一本一本根が生えて枝が出て花を咲かせたのでございます。そこには赤いバラの花をいっぱいつけた生け垣が高く大きく結いまわされて いちばんうえにほしのようにかがやくしろいはながいちりんふいていました。その花を王様はなをおうさまはつみとってエリーザのむねにのせました。するとエリーザはふとめをさましてこころのなかはへいわとこうふくとでいっぱいになりました。 そのときのこらずのおしろのかねがひとりでになりだしました。ことりたちがたくさんかたまってとんできました。それからそれはどんなおうさまもついみたこともないようなさかんなおいわいのぎょうれつがおしろにむかってねっていきました。